どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。何の骨？恐竜とか？人じゃないよね。ということで、今回からこのクレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休み、終わらない7日間の旅をやっていきたいと思います。はじめから、ん、何、はじめから、あ、そのまま押せばいいんやね。地球や地球。ここは無限に広がる大宇宙。あ、もしかしてフルボイス？なるほど、すごい。の埼玉県ハスカベ、なんかあれやね、リアルとアニメの中間みたいな感じの絵柄。最高のおバカンスを迎えるために、新幹線に乗って九州に出発、おしんこー。だぞ。これってさ、声優さん変わった後ってことよね。ずっと見てないけど、え、すごいね、前の人と同じような感じじゃない？父ちゃんがいない里帰りをしたら、じいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。ね、向こうの大陸めっちゃ近くない？それに今回は里帰りじゃなくて、ママの幼馴染のところにお邪魔するんだから、二人ともいい子にしててよね。しんのすけたちは夏休みの一週間、なんか一応この何、クレヨンしんちゃんのゲーム、僕の夏休みを作ったところと同じとこ、同じ人みたいな感じらしいんやけど、私はね、僕の夏休みをやったことがないけん、それとの違いとか共通点みたいなのはよくわからんねやけど、でもゲームやってみたいなって思いよったけん、なんかめっちゃ楽しみ。おお、こっちこっち、疲れただろう。来たよ来たよ、ヒロシ。これってさ、途中からみんな寝てたから現実 と、 あっという間だったわ。周りの景色は現実と一緒なんかな。熊本駅めっちゃでかいんやけど、うん、こんなん、なんだすごい。なんだ、あっという間の長さを実感してるのね。あ、なるほどね。てかよくそれでわかるね。一行が着いたのは熊本駅。すごいね。でも目的地はここからさらに2時間かかります。一緒に住んどったらそれぐらいわかるかな。ヨヨコの家はミサイの実家がある、なんかめっちゃ空港みたいじゃない、隣の隣の阿蘇の町。てか新幹線乗ったことないけんわからんねえけど、新幹線の駅ってこんな感じなの。まずそこから、お、くまもん。すごいすごい。ちょっと、そこ行く怪しい家族連れ。この人も十分怪しい感じやけど、なかなかだな。怪しい家族連れが自分らとは思ってない。美人の若奥様、何、私のことかしら。そこにも反応するってことは、一応声は聞こえておったよね。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか。お、そういうの好きそう、野原一家。うれ、もなか食べたいぞ。モニター、商品を試しに使ってみませんかってことよ。いや、これはタダでいただけるんですか。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。いえいえ、もちろんタダ。ほう、1週間使っていただき感想をもらえれば良いのです。じゃあこれからその幼馴染のとこに行くっていうし、怪しいわね。写真いろいろ撮ってくるってことなのかな。でもただなら、これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた。もう何をやっているのか全くわからないわ。現代科学の粋でありロマンです。ほう、なになに、どっ、あ、びっくりした。記念撮影を。あ、ここで写真を。おお、じゃあお言葉に甘えて。自分らがカメラ使うんじゃなくて写される側。こういうさ、くまモンの頭本当にあるん。はい、チーズ。いいな、私もこの前で写真撮りたい。なに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 。謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。え、不思議な音楽。何、どうした、何も起こってない。ほら、どこにいたんだっけ。てか何持っとん、あれ、なんかフィギュアみたいなの持っとる。しんちゃん何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。いかがでしたか。
これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。イラストになる必要あるかな。素晴らしい発明でしょ。でもここはアニメの世界やけんイラストでも変わらん気がするけど、それなら写真がそのまま貼れる方が、 あ、可愛いけど、確かに絵が出てきたけど可愛いけども、種も仕掛けもあるんじゃないの。もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。でもただ単にあれか、写真がシールになって出てくるとかやったら普通にありそうやね。ないんかな、知らんけどこれ熊本県に住んどる人だったらおーってなるんかな。くそ、また我が輩の発明の素晴らしさがわからん連中に声をかけてしまった。あ、本当にあれで終わりってこと？まあいい。あ、でも一応あれよね、1週間は試すんやろ。それの最初の1回目ってことよね、今の。この圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだから。何、怖い怖い。圧倒的な力って何？カメラやろ、ただの。怪しすぎる。加速で旅に、いいねいいね。なんか、終わらない7日間の旅ってどういうことなんやろ。え、夏休みってさ、これ31日とか1ヶ月間じゃない ?1 週間の話これ。なんかやったことないけど、多分僕の夏休みって1ヶ月の話とかじゃないんかな。そこからして私の知識が違うかもしれんけど。いいね、なんか、なんかいいね。絵柄がすごいほっこりするんやけど。何これ、遺跡。なになに、アップになった。こういうとことか冒険で行くってことかな。楽しそう。なんか普段住むのはさ、なんか都会がいいなとか思うけど、やっぱこういう自然いっぱいのとこってすごい和むよね。特に小学生とかやったらめちゃくちゃ楽しそうじゃない。あ、クレヨンしんちゃんやけんまだ幼稚園児かいや、まあ幼稚園児でも楽しいと思う。めっちゃいろんなとこ冒険して秘密基地とか作りたくなるような感じの。列車っていうのもいいね。なんか始まる？お、始まった。阿蘇駅。阿蘇に着いた野原家の面々。あ、その辺はなんか実際の地名ではないわけなんやね。ちょっともじっとる感じ。何騒ぎ。注意、阿蘇遺跡発掘調査隊。遺跡発掘中につき子供はここを通れません。お、大人はいいの？どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。何の骨？恐竜とか？人じゃないよねふうふう、ねえねえ。あれ、シロも一緒に来とんや。遺跡から骨が出るのはよくあることなんじゃない？まあ、一匹だけ置いてくるっていうのも。でもほら、ペットホテルとか、そんなのには預けんのかな。うん。いえいえ、それがなんと、恐竜や、恐竜。恐竜の骨みたいなんです。で、その隣にいる女の人は一体誰？なんか普通におるけど。おー、すごい。おお、がっつり。ここに古墳時代の遺跡があるんですすごい。その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。ふんふん。人が住んでた古墳時代の遺跡。古墳時代に人が住んでた遺跡。あー、来た来た。おーい、野原家来たよ。誰かわからんけど、これは漫画とかにも出てきとった子。やっと着いた、ヨヨコ、お久しぶり。なんかこんな感じの幼なじみというか友達というか、ミサエの。こんにちは。なんか出てきとった記憶はあるけど、そんな名前じゃなかった気がするよね。気のせいかな。ヒロシさんもお久しぶり。まあ、いっぱいおるってことかな、友達が。しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。ゲームオリジナルキャラとかかもしれんよね。ほら、しんのすけ。ミサエとヒロシが古くからどっかりお世話になっています。しんちゃんのこういう話し方はどこで覚えようやろ。テレビかな。私の子供の頃からの友達なの。いわばちくわの友。そんなこと幼稚園じゃ相手に言わんやろ。ちくわちくば普通に言わんやろ。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。教育としてかな。よろしくね。
ご覧のように食堂やっています。ちくわは大丈夫ね。ご覧のようにって言われても全然食堂やと思わんかったわ。ララコちゃん大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。お皿の字でもあれやね、子供は全然違うよね。みさやお姉さんお久しぶり。しっかりしてそう。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。めっちゃぐーたらってこと。寝る子はお猿。それはモッキー。今から雨かな。それは天気。あ、続いとんや。なんで急に天気気にしだしたんかと思った。みんなよくわかるね。というわけでこれがしんのすけくんとひまわりちゃん。よろしくね、モンキー。ウキー。しかも受け入れる。ウキー。かわいい。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ。何、手伝いに来たってこと。助けに来たんだから。そういうことか。ありがとう、頼りにしてるよ、ちくばの友。ちくばの友とか日常生活で使うことないんやけど。手紙の写真に写ってたイケメン。何、従業員ってこと。あの写真は1号さん。うちで働いてるのは3号さん。何、数字呼びなんで。忘れてた、こっちで影が薄いのがうちのお父さん。旦那さんは。よろしくお願いします。いらっしゃらないの。こんな娘たちだから気を使わず。え、娘たち。自分の家と同じように過ごしていってください。え、待って待って待って、お父さんっていうのは誰のお父さん。キャップは小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。おじさん、ケチャップ。この人がお父さんで、この二人が娘ってわけではないよね。ケチャップじゃなくてギャップ。新聞の記事をまとめる仕事なの。クレヨンしんちゃんの世界の大人とかってすごいよね。みんなデスクとか社長とかしんちゃんの言うことちゃんとわかるもん。なぜかキャップで定着しちゃった。そういえば、ここはなんで日の山食堂なんですか。それは簡単。あ、さっきパッドで撮った外観がここなんや。なるほどね。うちの名字が日の山だから。ちなみにキャップは日の山守る。名字も知らずに来たってこと。でもそれはもう全面的に忘れていいから。へえ。ずっとキャップだし、キャップ。ほう、ひどい言い方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょ。口悪いんかな、はい、わからない。そんなことは。似てるな。ここ親子なんよね。キャップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。違うよね、違うよね。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。おいおい、そんなことはないぞ。お客さんとかはもう閉まった後なんかな、夕方っぽいし。というわけで野原家の皆さん、どうぞよろしく。家族総出で来るってすごいよね。シロもよろしくね。ここはしばらく看板犬ということで。ようこそ日の山食堂へ。終了。文字として出てくるんやね、終了。何これ、もう動かせなかった。え、動かせなかった。絵日記のご案内。さて、ここからは自由行動です。まずは左上にある本のマークに注目。ふん、アクション仮面絵日記や。熊本駅でもらった不思議なカメラを覚えていますか？もうすでに忘れよった。カメラに収めた思い出をなんと絵日記にすることができるのです。本当や。そんなのが本当に小学生の時にあったらめっちゃ便利やん。ねえ、あのめんどくさい絵日記。最終日とかにまとめてブワーって書いていくね。マイナスボタンを押してみましょう。はい。ふふーい。何？はい。開いたよ。何あのブリブリザイモン、消えかけとるけど。絵日記を書く。はい。私はオリコ、ちょっと待って、見えないから。文章を選ぼう、直球変化球。お、これが今直球？みんなで九州にやってきた、熊本駅で記念撮影。変化球は？みんなで九州にやってきた、怪しいおじさんからもらったオリコカメラで記念撮影。こっちにしとこ。待って待って、あの前のやつが見たいんやけど。九州国の遺跡。遺跡から恐竜の骨が出たらしい。遺跡から恐竜の骨が出たらしい。誰が食べたの？不思議だな。てか確実にこれ変化球の方がしんちゃんのキャラやろ。中庭日の山家。よよこおばちゃん、ララコちゃん、キャップさんよろしくね。よよこおばちゃん、ララコちゃん、もう一人は誰だっけ？言いそう。
写真はありません。これ最初。熊本駅、私はオリコーカメラ、このマシンのナビゲーターです。ちなみにワニはアリゲーター。え？シャレまで言うの？ご利用ありがとうございます。人工知能でお客様の代わりに日記やメモをじゃんじゃん作ります。日記は文章を2つ提案するのでお好きな方を選んでください。本製品のご利用に際して。ご利用に際しては？あ、これがってこと？これがってことか。なんか続きがあるんかと思った。ふんふんふん。まあ、基本的に変化球やね。これで、あ、自由に動けるようになった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、自由に動けるようになって次回からちょっといろいろ探検とか行ってみたいと思います。